今岡山におります。岡山の、商店街のすぐ近くにある、まあ、ちっちゃいビールバーに入りましてですね、この岡山ビールインペリアル IPA インペリアルエールドッポビアというのを今からちょっといただきます。グラスもドッポでございます。グラスもドッポです。飲むよ。うん、ああ、うん、うまい。ああ、おいしい。すごい香りがいい。ああ、すごくやっぱ IPA らしくて、この口の中にはこう苦味がすごく広がりますね。この苦味がまたね、ちょっと柔らかくて優しい苦味ですね。それでもやっぱおいしい。あのじわじわくる苦味、おいしい。うん、口当たりもいいしね。素晴らしい、素晴らしいな。おいしい、これうまいな。ホップのね、苦味と味がすげえ効いてる。度数が高いって言ってましたね。アルコール度数が 7.5%。 うまい、うん、これうまい。そっちはどうですか？美味しいです。なんか、香りの麦、これあれでしょ、これあの小麦が入ってるやつでしょ、はい、なんか少し僕ウィートビールでしょ、なんか酸味があるかなっていう感じ。ちょっとじゃあいただきましょうか。これもちょっといただいてみます。ああ、フルーティー、フルーティー、もううまい。いやー、でも俺、いやこっちの方が絶対いい。俺こっちの方が好き。男性が好きなやつですかね。好き、おいしいわ。いや、いいお店ですよこれ。たまたまね、フラッと入ったんですけど、いいお店ですよこれね。ビールだらけ、メニューがビールだらけ。めっちゃいろんなビール置いてある。ビールだらけで、この岡山ビールなんかどれがいいんですか言うたら、もうめっちゃ喜んでましたからね、マスターがね。ちょっと面白いなと。いや、美味しい、美味しいです。あ、うまい。いや、うまいな。バレルハウスさんです。美味しいな。あ、うまい。久々になんか美味しいビール飲んだって感じ。うまい。いや、でもやばい、これ IPA おかわりしてしまいそうだわ。めっちゃ美味しいです。あ、そうですか。いや、めっちゃうまい。合います、僕に合います。 IPAね、えいや、香りとかやっぱホップの苦味がいいですね。素晴らしいビール、美味しいです。